テレビ報道協会 JRP テレビより日本維新の会を始めます。お話は日本維新の会聴導員内閣総裁にお願いいたします。私が日本維新の会をスタートしたのは6年前です。そして新宿区内藤町にムンパルというテレビ局を作り、そのムンパルの表のビルの1階の看板には大きな看板で日本維新の会という看板を上げました。その時は橋本徹がやっておる、維新の会は大阪維新の会という名前だったわけです。大阪の地域政党としての立場で橋本徹が知事になっておったわけです。だからその時からですね、私は大阪維新の会を応援するために、大阪維新の会を応援するというよりも橋本徹を応援するために、私は日本維新の会という団体を設立したわけです。あくまでも橋本徹の応援団の団体です。それは言うまでもなく、橋本徹があの腐り切った大阪府政、横山ノックだとか太田だとか、こういう腐り果てた阪南畜産の支配する大阪府政を誰がやっても阪南畜産と山口組の支配する大阪府は解決できないだろうと私も思っておった。それが橋本徹が知事になって次から次へと移っては、橋本徹がですね、これはもう命を懸けてやったとしか思えないほど非常に思い切った大改革案を実行したわけだ。まあ、私が橋本徹を一生懸命応援していると、橋本徹をなぜ応援するんですかと、あいつは間違ってますよとか、いろんな抽象意見が私とこには来るけれども、いかなる悪人であろうが、橋本徹がどんな人間であろうが、あのヤクザの支配下の大阪府政、マフィア化した大阪府政を正常な形に戻すということは、今の選挙で選ばれるようなちょろっこい政治家ではできるはずがないんです。敵は阪南地区さんであり、当時は阪南地区さんと兄弟杯を交わしておる山口組五代目が交わしとったわけですから、もちろん阪南地区さんの弟たちも暴力団とべったり一体行動してたわけです。阪南地区さんのお抱えのリーダー格の議員の岡田という府会議員も、また堺の堀田も、全部暴力団の完全なる企業射程だった。まあ企業射程じゃない、政治射程だ。だから岡田の声が出れば、これが阪南地区さんの天の声、知事の声よりも、まあ、物事は全て、通るという、この腐り切った大阪府政を僕は見て、これは誰もが解決できないだろうと。昔の佐藤義仙だとか、そういう知事がやってたような正常な行政に、大阪府行政に戻すことは非常に難しいことだなと思っておったところへ橋本徹が登場した。
そしてやることなすことが見事にですね、それらを一掃するという大阪府から肉屋の阪南地区さんを一掃するという、そして刑事事件にまでして阪南地区さんの浅田会長を捕まえる、そして今彼は刑務所行ってるわけだ。これやったのは橋本徹と阪南地区さんの犯罪事実を連載で書き上げた溝口敦、二人の功績は大なるものである。だから何もやったくやらないやつ、何もできないやつが橋本徹がどうだこうだという資格はないと私はいつも思ってるわけで、いろんな橋本に対する抽象が僕のところに来るけれども、俺はあの男はわしの長い経験の中で今まで見てきた政治家の中で一番筋金の入った男だと私は信用しとる。実績で。それと阿久根の市長の竹原さん、これも市会議員の給料日給制に変えて日給1万円にしたという、これも大改革で、まあ、それが当たり前だと私は思うけれども、誰もができないんです。それが当たり前であってもできないんですよ。何の仕事もせずに百害あって一利ないような地方議員が何千万という高額の給料を取ってる、年俸を取ってるね、これを誰もが潰せないものを、それに対する不満を、国民の不満を代表して、そして日給制に変えたのは阿久根の竹原さんが唯一の人間、もう一人前あの福島県の町長さんで日給制にした人がおるけども、これは3万円ですから、日給が。竹原さんは日給1万円。わしから言わせん、日給1万円でも高いっちゅうんだよ、これ。このバカどもに。国民の税金が1万円、日給1万円でも払う必要がない、こんなバカは。みんな、収賄しとるわけだから。汚職をしとるわけだから。だから、ゼロでいいんだ、ゼロで。無報酬じゃ、ゼロいうことは。その無報酬を誰もやったことはない。できない、法律上はこれは。決まってるから。その無報酬にするためには、また参議院を廃止するためには憲法改正が必要だ。そういう意味での憲法改正をやってくれるならわかるんだけど、誰もがそういう間違った金権腐敗だらけした政治の改革をやろうとしない、やったのは橋本徹と、阿久根の竹原さんだって二人だけだと思うんだよ。だから私は日本維新の会で橋本徹を応援してきたわけ。そして大阪維新の会が全国区に飛躍するがために名前を変えようとした時に、まあ維新の会という名前に変わって、あ、維新の会でやりよるなと思ってたら、日本がついたから日本維新の会になっちゃった。俺が作った日本維新の会と同じ名前にしよったんじゃややこしいなと思ったけども、橋本徹がやってるならば、まあ文句は言えない、どんどんやってくれと、日本を変えてくれと、日本を維新するわけだから、大いに使ってもらって頑張ってもらいたいという、私はエールを送り続けた。ところが橋本徹が大阪維新の会、日本維新の会から今離れている。残ったのは悪名高き松井一郎、あの森友学園籠池理事長が一番悪いのは誰ですかと、松井一郎です。二番目に悪い人は誰ですか、いや松井一郎です。松井一郎以外は悪いやつおらんように、松井一郎松井一郎と。なぜ籠池が
松井一郎が悪い、松井一郎が悪いと言い続けるのかとわしも考えておった。結局あの値引きした事件というものは籠池理事長がでっち上げた事件ではなく、でっち上げたのは日本維新の会の摂津市の議員たちであった。そのボスが松井一郎だと、その部下が安倍、そして藤原工業、田中造園、秋山というようなメンバーで摂津市におる日本維新の会の元府会議員、また市会議員という連中がこのゴミのでっち上げ事件を作った。その主犯格は藤原工業の藤原社長である。だから彼は一番悪いのは誰ですか、松井一郎、二番手は誰ですか、松井一郎、特に松井一郎が一番悪いと、二番も三番もないと、全て松井一郎なんだという強い恨みを持っているのはそのせいなんです。ゴミをでっち上げたからなんです。そしてそのでっち上げた張本人である藤原工業に、その書類を作らされたのが田中造園、秋山社長。その秋山社長に喋られたら全てがとんでもない結果になる。ひっくり返っちゃう。これは刑事事件になる、このでっち上げは。その証拠隠滅のために秋山、日本造、田中造園、秋山社長、これを3月6日に殺人の疑いのかかる殺し方で心臓麻痺で殺した。これは摂津警察および摂津市の日本維新の会の市会議員たち、みんなが大体知ってることだろうと私は思うわけです。だからそういうその大体、殺人事件を全部分かっててやったということは、これは日本維新の会というものはとんでもない政党だなと、こんな政党があっていいのかと。これが私が6年前に作った同じ名前になっちゃった、日本維新の会。だからこうして JRP テレビによってこの問題の追及をせざるを得ない。これほどひどい事件はないと思うからです。 JRP テレビ日本維新の会、本日は以上で終了です。ありがとうございました。日本はユーロシアの一員である。